ですね、ゾッとする映像が届いているというので、はい、まずはですね、心霊映像のベスト10、はい、これランキングでいきましょう。怖い、怖い、怖い。今年6月、キングオブポップ、マイケル・ジャクソンさんが急死。スーパースターの早すぎる死に、世界中のファンが悲しみに暮れた。Let's do it one more time. その後、期間限定で世界同時公開された映画、This is It。そこには、幻に終わったロンドン公演のリハーサルと、舞台裏の様子が死の数日前まで収められていた。映像から伝わるマイケルさんの圧倒的な存在感に我々は再び魅了をされた。だが彼の死後大反響を呼んだ映像は実はこれだけではなかった。これはアメリカ CNN テレビがかつてマイケルさんが住んでいたカリフォルニア州ネバーランドを取材した時の映像。そこでカメラは不気味なものを捉えていた。それは、誰もいないはずの廊下の奥の部屋、そこを左から右へと横切る不気味な人影。まさかこれはネバーランドを徘徊するマイケルさんの亡霊とでも言うのだろうか。カメラが捉えたという心霊映像の数々、その中から今宵見る者を恐怖に陥れる戦慄の映像を大公開。身の毛もよだつ心霊映像ベスト10第10位、悪ノリ中。心霊スポットとして有名なトンネルに肝試しに訪れた一組の男女。怖い、お化け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 、これいいね。面白半分でカメラを回し大はしゃぎだが、その時男性の背中にピタリと張り付くようにこちらを覗き込む男の子らしき顔。上は墓地になっているというこのトンネル、興味本位でここを訪れた者への警告なのだろうか。第9位、例の通り道。これはとある店に設置された防犯カメラが捉えた不気味な映像。地震が来たわけでもないのに突然棚から崩れ落ちる商品、そして次の瞬間、画面下から得体の知れないうごめくものが這いずるようにゆっくりと棚の方へ。そして消えた。ここはこの世をさまよう霊の通り道なのだろうか。この不気味なものの正体とは。第8位、あの世からの電話。とある大学の演劇サークルが夜の公演で稽古に励む様子を撮影した映像。あなた方に迷惑をかけるつもりは。すると突然近くにあった公衆電話が不気味になりだした。一体どこから女性が近寄り恐る恐る電話に出てみるが、受話器からは何も聞こえてこない様子。仕方なく受話器を置こうとすると女性の足元にカメラが向いた。そこになんと横たわる不気味な生首らしきもの。まさか公園をさまよう霊が電話を鳴らし、電話口に出たものを死の世界へと招き入れようとしているとでも言うのだろう。第7位、飛び出し注意。ドライブレコーダー。これは車で走行中事故につながるような急ブレーキや急加速が生じた際、
その前後数秒間の映像を記録する装置で近年普及し始めているという。そんなドライブレコーダーになんとも不可解な映像が記録されていた。画面右端に注目。交通事故の様子を記録するドライブレコーダー。そんなドライブレコーダーになんとも不可解な映像が記録されていた。画面右端に注目。突如道路脇から飛び出し、そして車をすり抜けていった女性のような人影。しかもこちらを振り向いた瞬間、不気味に微笑んでいるように見える。まさか事故で亡くなった女性の霊が誰かを道連れにしようとしているのだろうか。第6位、呪われたアパート。これはある女性が携帯電話のカメラで引っ越ししてきたばかりの部屋の様子を撮影した時の映像。これが素晴らしいクローゼット。よく見るとクローゼットの隙間からこちらを覗く赤子のような小さな顔が。だがそれに気づかぬ撮影者の女性、さらに部屋の反対側にカメラを向ける。すると、そこには正気が全く感じられない不気味な女の姿が映し出されていた。かつてこのアパートで母と子が殺されるという陰惨な事件が起こったという。これはその親子の自爆霊なのだろうか。第5位、闇にうごめくサナ。心霊研究家池田達夫氏が自殺の名所と言われるとあるダムで行った恒例実験。その際、赤外線カメラのピント調整のためスタッフが何気なく周囲に向けたカメラの先に、地面から這い出るようにうごめく女性の姿が。それはまるで映画リングの貞子のよう。彼女はどこから現れ、一体何を訴えたかったのか。第4位、死者の嘆き。ここはとある大学の校内。江戸時代刑場だったといういわくのある場所でもある。そんなことを知ってか知らずか、フリスビー遊びに熱中する学生たちの中にいるはずのないものが映り込んでいた。画面左から突如現れた顔中血まみれの女性。撮影者もそれに気づき再びカメラを向けたが、そこには誰もいない。だがそれだけでなく、カメラには奇妙な音声も収められていた。じゃあ、はい。違う。ああ、いや。違う。ああ、血まみれの女性と違うという不気味な声。まさか冤罪で処刑された罪人の霊とでも言うのだろうか。違う。なんだ、一気に10位から4位まで来ちゃって、ああ言ってるじゃん、終わっちゃったな。それは絶対、あの私定点のあのコンビニのカメラのあの下がうにゃうにゃってなったの、あれ一回こう風吹いたみたいなやつ、あれなんですかね。これはね、池田武雄さんの話ではね、あそこに自爆霊がいると、それがもののけ化してるって。もののけっていうのは何ですかね。さらに何ですか。
物の毛そういうバゲタと書いて物の毛ですよ。そうそうそう、あの棚から物が落ちたらもうその物の毛のせいなんですか。まあ、最初にこう予兆ができてこう出てくるっていう感じですね。あのなんか心霊現象の映像っていろいろ見たことあるんですけど、あのなんていうんですかね、ウニャウニャっていう動き方はちょっと僕は初めて見たんですけど、あれはどういうふうに分析されてるんですか。だからあれはなんかビデオテープがこうあの不調な時にあれやってますよね。さっき物の毛って言ったじゃないですか。いやあれはね、武田さんあった否定派か。調べてみたら感じね。いやあの過去に起こった事件のもしかしてそういう念みたいなものが、例えば、まあ、テレなんかビデオテープとかって時期であれすることによってテープに映像とか情報が記録されますよね。それと同じようなことがもしかして起こっているのかもしれない。あ、じゃああの貞子のあの井戸の真上のビデオデッキに入れちゃうみたいな、で揺らいだりするのは、まあ、その信号が多少ずれてるとか、そういうような可能性だって。電子データにそういった念っていうのは映りやすいんですよ。例えばメールで来た時にこれは相手が怒ってるとか悲しんでるってパッとタイトル見た時だけで分かる時ないですか。それはメールに相手の念が残ってるっていう仮説が出てることは出てるんですよね。山内さんが、あの念がそういうその時期的なものに影響を及ぼしやすいって思われるのは、やっぱりその微弱なその磁力みたいなものが念によって左右されやすいという、微弱だから微弱に影響されやすいものだからっていうことですか。まあ、あの科学的な見地で念がどういうものかというのは、僕は脳から微弱な電波が出ていると、うん、これはもう科学的に立証されてるん で、それが何らかの影響を及ぼす可能性があるというふうに。でももっとほら生きてるのはないの、生きてる人間の方が確かにその電波いっぱい出してるんじゃないですか。確かに人間の脳の活動に伴う磁気、弱い磁波というのはね、本当に弱い磁波ができる。だから極めて特殊なあの測定装置じゃないとあの観測できない、ものすごく微弱ですから。え、でもその測定できないというのと、あのあれは別ですね。だから微弱だから測定できない。で確かに脳の方から出てる電波は非常に微細なわけなんですけれども、人間の心臓部から出てる電波、まあ、電磁波は3000倍強いなわけですね。でこういう場所にて悲劇的なことが起こったのではないか。それは人間の脳に残るというよりも人間の心、この心臓部に残るということは、この心臓の移植をされた人たちが別の人の体に入れるじゃないですか、心臓、うんうん、その入れられた人の記憶が元の持ち主の記憶と合体するわけなんです。こういう臨床データはいっぱいあるんだ。いやだからそれ誰が言ったの、誰が読めば分かるじゃん。これあのね、それはね、心臓移植したら、そうです、その人のね好み、あの鶏が鶏肉の中に確実的なデータはいっぱいあるんですよ。じゃあ心臓が脳の代わりになるんだ。もちろんそういう話ですよ。脳の基本的な動作っていうのはインパルス、イオン電流が流れて、そういうことになる。心臓にはそんなものない。心臓は完全に電気的な装置なんですよ。それはスパークされてる。心電図って言うじゃないですか。心電図じゃない。電気じゃない。話にならない。話にならない。3000倍の話。あのね、筋肉だって筋電位って言って電流取ってるよ。それはもう高齢の授業でやることなんですよ。100歩譲って、もしもその心臓で記憶がこう、や肉体が変わったりすると残ってるとかあったとしても、その幽霊とか自爆霊とかってそこに肉体はないわけじゃないですか。だから念の話です。これ念がその媒体っていうか、その肉体みたいなものもないのにその場所にだけあって、でカメラとかに映ったりするっていうのはなんでなんですか。だから一般的なオカルティストの言ってる意見というのは、例えばハードディスク的な機能を例えば空間そのものが持ってるんではないかという仮説を。空間が、空間です、山とか川とか水とかね、水にそういうものが残るんじゃないかという主張してる人はいます。いや、江上さんの話をね、さっきから聞いてるとね、例えばその脳から微弱な電流が出ているというようなお話があって、心臓はその3000倍ですよって言って物理的な言語を都合のいいところだけ使っといて、で別のところでは念の話ですよって言って片付けられちゃうから、だったら最初からその物理学用語とか使わなきゃいいと思うんですよ。念はどこから生じるわけ。大きい教授ってそういう用語を使って、念の何か科学的な状況があったような雰囲気を醸し出しながら念の話ですよ。じゃあ念はどこから出てるか。盛り上がってまいりました。これは結構持つなということが分かってる。まだ4位までだよ。マイケル・ジャクソンからちょっと来たところでこの世界に夢のようだ。これで閉じ開けちゃう。
身の毛もよだつ心霊映像ベスト10。第3位、とんでもないところから。真夏の河原、仲間たちとバーベキューをして賑やかに楽しむ若者たち。するとそこに不気味なものがとんでもないところから姿を現した。もう一度、バーベキューコンロの下に注目。そこから現れたのは不気味な逆さまの顔。まさかこの川で水死したものがここに現れたとでも言うのだろうか。第2位、睨む女。こちらはある家族が旅行に出かけた際撮影された映像。家族の大切な思い出を残そうと回されたカメラの前で元気にピース。そんな楽しそうな子供の背後にいるはずのないものが顔を覗かせる。こちらはある家族が旅行に出かけた際撮影された映像。家族の大切な思い出を残そうと回されたカメラの前で元気にピース。そんな楽しそうな子供の背後にいるはずのないものが顔を覗かせる。お分かりになったろうか。子供の背後、高い窓の外から女性らしき何者かがこちらを恨めしそうに睨んでいる。楽しげな家族の輪に入りたかったのか、それとも壊したかったのか。そして第1位、招かれざる客。これは仕事仲間との飲み会を撮影した映像。場所はごく普通の居酒屋。日頃のストレスを発散する賑やかな席に招かれざる客はそこにいた。もう一度、カメラが左に向いた時、女性が奥の席からこちらを見つめているのが確認できる。カメラが再び振られ右の方に戻ると女性の姿は消えている。だが本当の恐ろしさはこれだけではなかった。実は先ほどカメラが左に振られた際に同一人物と思われる女性がなんと瞬間的に移動して男性の背後からこちらを睨んでいたのだ。一体これはどういうことなのか。そこで心霊研究家の池田氏にこの映像の分析をしてもらった。すると、ああ移動してるね、これきついな。撮ってる人が何かの形で生き霊に取り憑かれてるのかもしれない。それがあそこにいる自爆霊とこう合体して、それでそれが形として出たんじゃないですか。これちょっとたまったもんじゃないですよね。あなたも誰かに恨まれていませんか。誰がよ、俺なんかいろんなとこから出ちゃうじゃないですか。股間から出ちゃったのか、股間から出ちゃうのか、もう出たら思わず喜んじゃったのか。雑念がいっぱいある。本当、たけしさんだったらもう方向かもしれない。これどうですか、バーベキューの。バーベキュー、ここ裏側にこう。後ろ。あれだったら画像のなんか見方によっちゃ顔に見える、3点で顔に見えるみたいなことじゃないか、うん、でも何もバーベキューの底に逆さまに現れることはない、ね、ここまで面倒くさくすることないすいません、僕は見たことあるんですよ、だけど多分脳の中の出来事だろうと思ってるんですね。あ、そうです、うん、でも見たってことは確かなんですよ、はい、ただ不思議なのは、うん、一緒に飲んでた人が、うん、僕はそれ見て気持ち悪いもの白いものがスッと通ったと思ってうわーって言ったら、はい、その人も僕に見た見た
見た見たって言って、はいはい、お互いに白いものがふっと通ったっていうことは認め合ったんですよ、はいはい、でもそれは松尾さんね、はい、脳の中で認識した脳内映像なのか、うん、脳の外の客観的な物質だったのかは、はい、本人じゃジャッジできないですもんね。そうですね、区別できない。それはね、そこまでいくとね、それなのに哲学の話になるんですよ。脳内映像、哲学じゃないですよ、哲学じゃないですよ、うん、脳内映像断定したことは間違いですよ、うん、脳内映像に断定した。いや断定はしてるじゃないですか、知らないかと思ってる。僕は見たと思ってるんですよ、はい、ただ、うん、見たっていうことは、実際に存在したものを見たのか、脳の中だけで起きたことなのかっていうことは、はっきり分けられないでしょ。だから見たと言っても存在してる証拠にはならないよってことを僕は言いたい。はい、わかりました。じゃあ、わかりました。はい、わかりました。切り替えがつかないで。いや、ちょっと待って、ちょっと待って。かかった、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 ちょっと待って。ということはですね、じゃあ幽霊の、定義をしましょう。はい。脳内映像が幽霊だとしたら、松尾さん幽霊の存在認めますか？その定義を僕がどう考えるかですね。その定義、もし脳内映像が、脳内映像がそういうものを見るということは認めたわけでしょ？ん？脳内映像で人間が時として幽霊として我々が歴史上文化的に認識してきた物体が脳内映像として見ることあるということは認めるわけでしょ？認めますよ、それは。だってだからこそ今まで幽霊を見たって言ってる人たちがいっぱいいてね、でもそのうちの何人が嘘をついて何人が嘘をついてないかもわからないけど、その人たちが見たって言ってるのは別に反証する方法もないでしょ。そうそうそう、うん、じゃあ幽霊の定義を、脳内映像を幽霊だから定義論は僕はできないんですよ。幽霊だって幽霊について僕は研究してるわけじゃなくて、幽霊なんてものはいないんじゃないかな、でもいるなら証拠見たいなって思ってるぐらい人間ですから。じゃああれですか、今まで否定派の人たちがいろいろ幽霊とか UFO とか宇宙人とか議論してきましたよね、うんうん、ディベートというのは必ず共通の定義を決めて、僕ディベートでやってるんじゃなくて、本当に本物がいるなら見たいと思って言ってるんで、ディベートじゃないですよ。でも議論するときはこういう共通認識を持って言わないことには議論にはならないんですよ、うんうん、その通り。あなた方が10年間論破してきた、我々肯定派に返して散々論破してきました。論破なんかできてないって、論破できてたらこんなことになってないでしょ。相当恨まれてるんですよ。だって実際にね、この番組のタイトルはテレビタックルであって、テレビクリンチではないんですよ。これわかります？これタックルなんですか？そんな討論でクリンチしてタックルじゃないよ、これバトルしないんだったら。あんた保健さんだったらそれぐらいじゃないですか。タックルじゃないよ、これ。ただち、シャチ入りに来たことでしょ。調教現象はエクスファイルっていう。ほら師匠、改めて番組名を確認してくださったんですよ。じゃあスタッフはタックルですけども、タックルのスタッフがやってますけどね。合ってるか、ビートたけしのまだ一緒なんで。ビートたけしのだけがこれ大月教授が言ってらっしゃるので非常に面白いのが、大月さんにとって科学っていうのは何かなってすごい分かったのが、裁判出てらっしゃいますよね、うん、警察がスピード違反の取り締まりに使ってる機械は、うん、科学的根拠がないにもかかわらず使ってるから、うん、あれを法採用してるのはまずいという裁判に出席されてますよね。その通りです。つまり我々が一般の社会でスピード違反でお金を払ってる、うん、あの機械が正しいものだと思って払ってるものに対して、うんうん、科学的じゃないとおっしゃってるわけですよね。あの測定装置というのは必ず誤差があります。あれ俺8万円も払っちゃってこないこんなにはっきり出てやんだよだから皆さん、テレビをご覧の皆さん、よく考えてください。大月さんの科学的というのは、我々が信じてるスピード違反の測定装置を科学的じゃないと言ってる科学なんですよ。だから大月教授の科学のが正当性があるかどうかっていうのは、テレビを見てる人が判断すればいいんです。極めて簡単なこと、どんな測定装置でも誤差があると。 100% 全く誤差がない装置、測定装置ないと。はい、わかりました。でところがスピード違反の測定ってのは膨大な数測定してるわけ。はい、わかりました。じゃあですね、何十万何十万そうすると誤差の範囲で間違った測定をして検挙されるケースもあると、そういうこと言ってるわけ。大瀬さん、今の発言は自分にそのまま振りかかりますよ。いいですか、うん、なぜそういう発言を言いましたかっていうと、うん、最初からトリップです。いいですか、うん、つまり測定装置、我々が使っている、いろんな科学者が使っている測定装置な、うん、誤差があるってことを認めたわけですね。あ、もちろんそうです。じゃあ大津教授がやってる実験の機器とか、うん、データとか、うん、マシーンにも、うん、誤差があるわけです。それはもちろんそうです。その誤差だらけのものを、うん、誤差だらけってなん？誤差のある、誤差の可能性が、あなたがごまかしちゃいけない、うん、誤差があると言ってんのがね、例えば10のマイナス12乗という誤差、10のマイナス13乗という誤差、はい、あなたね、そういうとてつもなく正確に近いんだけれども、それでも誤差があると、測定装置には、そういうことを言ってるのであって、ごまかしてはいけない。 100% 測定できない科学機器を使って、うん、科学的だと言って、うん、肯定論者を否定するのは矛盾してないですか？矛盾してない。
同じじゃないですか。つまり科学には誤差があるんですよ。そう、そこがすり替えなの。科学には誤差があるとすり替えてしまう。そうではない。科学の研究というのはその誤差の範囲の中で正しい結果だけを捉える。でもその誤差の中に実際このミステリー、ただ警察は、山口さん、あの横で結城さんが面倒くさいって言ってるんだよ